はい、皆さんこんばんは、生命機です。今日もね、晩酌の準備ができましたんでね、晩酌やっていきたいと思います。今日はね、ホイコーロー作りましたね。久しぶりにホイコーロー作りました。あともう一品はね、またあのいつものセブンイレブンさんのね、冷凍の焼き餃子ね、これつけました。ではね、今日は中華系の晩酌ということでね、早速やっていきたいと思います。ではね、まず今日飲み物はね、氷冷のノンアルチューハイね、グレープフルーツね、用意してみましたね。いつもね、ドライゼロばっかりだとね、見てる方もつまんないと思うんでね、今日はこちら用意しました。じゃあシュワシュワね、おーシュワシュワで、焼酎はね、中身大五郎入ってます、これはね。よっ、こんな感じでどうでしょう ね、軽くかき混ぜて。ではね、今日も一日皆さんね、お疲れ様でした、シュワシュワね、シュワシュワな感じでね。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。いただきます。乾杯。うん、美味しいですね。氷冷はね、これ甘すぎないからいいんですよね、氷冷ね。あんまり甘いのね、私得意じゃないんでね、甘すぎないね、氷冷すごい美味しいですよね。グレープフルーツね、柑橘のね、爽やかな感じがあってね。よいしょ、じゃあね、またちょっとね、置いときます。ではまずはね、ホイコーローね、ホイコーロー作りました。ちょっとね、今日のは水っぽくなっちゃってね、ちょっと炒めすぎちゃったかな、野菜。それかちょっとね、片栗粉がちょっと足りなかったかね、したのかなって気します。もう自己流でね、作ってる料理なんでね、そういえばレシピね、クックパッドさんのクックパッドさんの方にね、レシピあげてるんでね、レシピのね、リンク、動画の紹介欄に貼っておくんでね、ちょっと美味しそうだなと思ったらね、ぜひ作ってみてくださいね。今日はね、えのきとか入ってます。あとしいたけとね、あとしめじなんか入ってます。ちょっとね、使っちゃわないとね、傷んじゃうとね、もったいないんでね、入れました。ちょっとやっぱね、やっぱ炒めすぎかな。タレたっぷりこうつけてね、せっかくなんでね、ちょっと炒めすぎちゃったかな今回ね。こんな感じでね、じゃあね、ホイコーローいただきます。味はね、美味しいですね。やっぱりちょっとキャベツ炒めすぎましたね。もうちょっと早めにね、ちょっと味つければよかったですね。じゃあね、もう一口いただきます。味はバッチリですよ。富士山。ピント合ってますね。綺麗ですね、今日もね。ではね、シュワシュワでね、いただきたいと思います。ではまたね、おかわりね、作っていきます。ちょっとね、カメラの調子ね、悪いみたいなんでね、たまにこうなんか録画したままこう画面が真っ暗になってね、
フリーズしちゃったりとかしてね、さっきもちょっとフリーズしてたんでね、ちょっと手早めにねやっていこうかなと思いますね。晩酌ね、取れないと困っちゃうんでね。ね、じゃあまた一回ねちょっとこっちに置いときます。ではお次はまたね、いつもの野菜サラダね、またリケンさんのうま塩のドレッシングね、このぐらい、もうちょっとね、このぐらいかな、かけて、でエバラさんの玉ねぎのタレね、これも少しかけてね、こっちは軽めにね、このぐらいね、ちょっとこう味変する感じでね、軽めにかけていただきます。ではまたねトマトからね、トマト、これであの安く買ったトマト最後なんでね、もう熟しちゃってね、もうすごいジューシーです、柔らかくてね、でサラダチキンはセブンイレブンさんのねペッパーガーリックペッパーだったかな、サラダチキンだったと思いますね。ではねサラダチキンと一緒に、わーちょっとこぼれそう、ちょっとこぼれそうで怖いっすね、よいしょ、こんな感じでどうでしょう。でいただきます。もう歯医者さんで仮のね歯の今詰め物しててね、硬いものとかねあんま食べらんないんですよね。野菜も結構噛むのね、硬いのあったりするんでね、ほんと今大変なんですよ。でなんかガリ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 削るもんでね、なんか今もうね熱いのとか冷たいのとか食べるとね歯に染みて痛くてね、なんかどんどん歯医者に行くたびに歯悪くなってる気がしてね、ね、でかいあれありますね、玉ねぎありますね、もう一緒に食べちゃおうかなね、玉ねぎね、ほんと早くね歯治ってほしいんですけれどもね、ちょっとね汚れてるんでちょっと拭いてね、ではここでちょっとね先に今日は果物ね行ってみたいと思いますね。カットフルーツね、あのスーパーとかでよくねカットしてね、あのパックに詰めて売ってるやつね。じゃあパインね、ちょっとパイン行ってみたいと思います。甘くてね美味しいです。で、あこっちだね。でここでねウイスキーね、今日はねあのブラックニッカのクリア小瓶のやつね、これ用意しました。カナディアンクラブ昨日で飲んじゃってね、ね昨日で飲んじゃったもんでね、これ出してきました。カナディアンクラブ土曜日に手つけたんでしたっけ確か。で土日月火水5日で1本開けちゃった計算ですね。ちょっとペース早いですよね、飲みすぎですよね、あまり良くないとはね分かってんですけどもね、美味しいんでついつい飲んじゃうんですよね。で今日はねあのブラックニッカのねクリアのちっちゃい瓶でね我慢してますね。じゃあこれいただきます。すっきりした感じですよね、よく言えばね、よく言えばすっきりした感じのウイスキーっていうね。まあギリギリウイスキーですよね。
私はもう高いの飲んだことないんでね、わかんないんですけど、まあね、ギリギリウイスキーの味ですよ。ね。うん。ではお次はこちらね、ウの花ね、あの藤子さんのね、いつものね、おばんざい畑のね、ウの花買ってきたんですけどもね、ちょっとね賞味期限切れちゃっててね、ね 20% 引きで買ったのはいいんですけどもね、もう気がついたら賞味期限切れてたんでね、今日中華の晩酌なんですけどもね、さあ早く食べちゃわないとと思ってね、ウの花してみました。よいしょ。ね、しっとりしててね、美味しいんですよこれもまたね。じゃあウの花いただきます。うん、柔らかいですしね、歯にも優しくていいですよね。お年寄りの方でもね安心して食べられますからね、こういうのだったらね。でちょっと甘みあってね、しっとりしてね、ちょっとねでも喉詰まる感じあるんでね、なんか飲み物かなんかと一緒にね食べた方がいいと思いますけどもね。ちょっと今イントネーション変でしたけどね。ね、じゃあね、ウの花いただきます。うん、うん、じゃあちょっとねシュワシュワ飲んでね、ちょっとねパサつくんでね、うん、ではお次はね、こちらね、餃子、セブンイレブンさんの、レンジで焼き餃子ね、冷凍のね、こんな感じのね、焼き餃子になります。で、カロリーが、190キロカロリーですね。これね、もうレンチンするだけでいいんでね、もう焼いてあるんでね、あらかじめ。便利でいいですよね、これね。ね、他のね冷凍、味の素さんとかの冷凍餃子とかありますけども、あれ焼かないといけないんでね、これはもうレンチンするだけで食べられるんでね、すごい便利ですよね。ではね、1個いってみたいと思います。よいしょ、ね、こんな感じでね、もうしっかりね焼き目ついててね、ではね餃子のタレでね、ちょっと割ってみますかね。うまく割れるかな。よっ、あ、割れましたね。こんな感じですね、中ね、具もしっかり詰まってますよ。安いんでね、これね、ね、安いんですけどもね、結構美味しいんですよ。うんうんうん、120〜130円でしたっけ1パックね。安いけどね、美味しいし、買い置きしておけばね、これ中華ね、やった作った時にちょっとね、もう一品っていう時にね、すぐレンチンして食べられるんでいいんですよね。うん、うん、いやこれほんと美味しいんでね、ね、安いんでね、まあね、そんな期待されてもあれなんですけどもね。じゃあね、紹興酒ね、中華なんでね、紹興酒合わせてみたいと思いますね。まあね、値段考えれば美味しいっていうね、やっぱりね高いやつの方が美味しいですよ。でもまあ値段ね、安い割には美味しいですっていうことでね。ね、じゃあ餃子にね、紹興酒ね、いただきます。うん、何の問題もなく合いますね。うん、紹興酒もね、あんまりね、飲んでる方は見かけないですけども、美味しいんでね。うん、ね、このコクがいいんですよね。
では、お次はまたね、回鍋肉ね、いきたいと思います。映ってますかね、ちゃんと。ちょっとね、今回失敗だったな。ちょっとね、水っぽくなっちゃってね。でもまあ、味はね、美味しいんでね。ちょっとこう、ね、お店で出てくる回鍋肉の味とは違うと思うんですけどもね。まあ、これはこれでね、美味しいですよ。お味噌とこう、甜麺醤効かせてね、作ってます。で、生姜とニンニクのね、みじん切りが入ってね、ちゃんとピント合ってるかな、こんな感じでね。じゃあ、いただきます。回鍋肉なんでね、ピーマンも一緒にね、ピーマンもね、使っちゃったかったっていうのもあるんでね、今回回鍋肉してみたんですけどもね。ではね、今日の動画はね、この辺で締めさせていただきたいと思います。ちょっとカメラの調子悪くてね、ちょっとこう、ね、カメラの調子がいいうちにね、ちゃんと撮れてるうちにね、終わりたいと思います、ね。ちょっと駆け足だったと思うんですけどもね、申し訳ないです。では、今日も、この後、ね、なんか動画でも見ながらね、だらだらね、晩酌続きしていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画アップすると思いますので、ね、よろしくお願いします、ね。シュワシュワしてないですけども、もうね、富士山綺麗に出てますね。じゃあね、これ飲んでね、今日のところはね、動画、お開きにしたいと思います。